トニー・ウィーラーは旅行ガイドブックのロンディープラネットの創業者で社長。トニー・ウィーラーもウィン・ウィーラー1946年生まれ、父親はイギリス海外航空協会に勤務していた。生まれてからの5年間はパキスタンで暮らし、その後、バハマ諸島、高校生時代はアメリカで過ごす。その後イギリスのロンドンに戻り、ウォーリック大学へ進学。 妻のモーリーン・ウィーラーと1970年にロンドンの公園で偶然知り合う。二人は旅行を趣味としており、すぐに行き統合する。翌年に二人は結婚し、さらにその翌年の1972年7月4日に新婚旅行に出かける。この新婚旅行はロンドンを出発後、ヨーロッパから中東、アジアを抜けて、オーストラリアのシドニーへ行きしばらくは、 同地で仕事をして滞在し、帰国費用を捻出した後、再び旅をしながら、ロンドンに戻るという計画であった。二人は、ロンドンでミニバスを購入して、それで4ヶ月かけてアフガニスタンまで行き、そこで車を売却。その後、バスや鉄道を乗り継いで、バリ島にたどり着いた。そこでヨットを所有していた人物と知り合い、オーストラリアまで同乗させてもらう。オーストラリア国内を、 ヒッチハイクで旅をし、シドニーに着いた時の所有物は27セントの現金とカメラだけだった。シドニーでウィーラン夫婦はヨーロッパからの旅についての質問攻めに合う。そこで、シドニーでこの新婚旅行の間に書き留めていた日記を元に1973年にアクロスアジアオンザチープという最初の旅行ガイドブックを自費出版した。全部で十四ページ。 1500部を、ウィーラー夫婦当自身と、その協力者で印刷して、単にホチキス止めしたものであった。このガイドブックは発売後1週間で全て売り切れた。その後、ウィーラー夫婦は18ヶ月間、東南アジアを旅行し、1975年に、ロンリープラネットの第2弾となる、サウスイースト、アジアオニエーシュストリングを出版し、これも人気を博した。 1976年には、ネパールとヒマラヤトレッキング。1977年に、オーストラリア、アフリカ、ヨーロッパ、ニュージーランドを出版。順調に経営をこなす。2002年、ニューヨークタイムズ氏より、旅行業界で最も影響力のある人物に選出される。ありがとうございます。